平石洋介は大分県吉木月市出身の元プロ野球選手。東北楽天ゴールデンイーグルスでプレーし、コーチを務めた後、球団史上初の生え抜き監督を2019年シーズンに務めた。現在は福岡ソフトバンクホークス一軍、打撃コーチ。大分では小学生時代に知人からボーイズリーグのヤオフレンドを紹介され、 中学入学と同時に祖父母と大阪府へ移り住む。途中からは平井氏のために進学で上坂した姉と暮らしていた。ここでは同い年の上江里氏とチームメイトになった。ボーイズリーグでは関西選抜の首相として世界大会での優勝を経験している。中学校からの卒業後に上へと揃って PL 学園高校に進学。一年次の夏から 左肩の具合が悪く、一時はキャッチボールさえままならなかったという。二年時に左肩の手術を受けると、三年時には首相として春夏とも甲子園球場での全国大会に出場。第七十回選抜高等学校野球大会では、準決勝で横浜高校に敗れる。記念大会扱いで、 南大阪代表として出場した第80回全国高等学校野球選手権大会の準々決勝で横浜高校と再戦。試合の途中で代打から右翼の守備に入ると4から4のスコアで延長戦に入った瞬間に次の守備もあるぞととのラインを激励した。1点ビハインドで迎えた11回裏西2塁の局面では2塁まで進んだ直後に 靴紐を結び直すという名目でタイムを取ることによって打席に入ったばかりの大西博明が平成を保つための間を与えた。チームは延長17回の末に7から9というスコアで敗れたもののこのようなキャプテンシーは現在に至るまで語り継がれている。高校からの卒業後に同志社大学へ進学したが高校時代から痛めていた左肩を喚起させるべく一年時の 秋にはリハビリを目的に入院生活を送った。4年次には、高校時代に横浜高校の4番打者として対戦していた同学年の後藤武俊氏と共に、第1回世界大学野球選手権日本代表へ選出。代表チームの3位入賞に貢献した。在学中には、関西学生野球のリリーグ戦で、外野手としてベストナインに4回選出。 通算85試合の出場で本塁打は1本もなかったものの打率318、24打点という成績を残した。一方で大学生時代には毎日放送のアナウンサー試験を受験している。スポーツアナウンサーとしての採用が検討されていたが卒業後も野球を続けたいとの思いが募った挙句選考を途中で辞退した。実際には卒業後に トヨタ自動車へ入社。公式野球部に2年間在籍すると、1番、中堅守として、第74回都市対抗野球大会や、社会人野球日本選手権大会に出場したほか、第22回ハーレムベースボールウィーク、日本代表に選ばれた。2004年の NPB ドラフト会議で、東北楽天ゴールデンイーグルスから7巡目で指名。契約金4000万円。 年俸1000万円という条件で入団した。背番号は33。NPB へ新たに参入したばかりの楽天球団が新人選手として初めて入団させた選手の一人である。選手時代2005年は新人唯一開幕一軍入りし、千葉マリンスタジアムでの千葉ロッテマリーンズとの開幕第2戦では9番中堅守で初先発し、 フルイニング出場しサンダスームアンダ。3月30日対ホークス戦でプロ初アンダ。4月1日の埼玉西ブライオンズ戦でプロ初打点。その後2軍落ちし、1軍25試合に出場し打率。178。フレッシュオールスターゲームに選抜され、6番指名打者で先発出場した。2006年はイースタンリーグで69試合に出場し、出塁率。 429で最高出塁打者賞を受賞、打率328も同リーグ2位の成績で一軍出場は2試合。2007年は一軍出場はなく、イースタンリーグでは67試合に出場した。2008年はシーズン終盤に2年ぶりに一軍出場し、3年ぶりの打点とプロ初盗塁を記録6試合に出場した。2009年は、 イースタンリーグで打率3割を超え、6月11日に昇格。同日の中日ドラゴンズ戦で1軍では初めて一塁手で起用される。6月27日のオリックスバファローズ戦では、プロ初本塁打を打つ。7月に降格し、球団史上初のポストシーズンの CES で出場はなかった。2010年は1軍で28試合に出場。二千十一年は、 開幕一軍入りし、主に一類の守備要員として、自己最多となる35試合に出場したが、11月14日に戦力外通告を受け、現役を引退した。2012年、東北楽天ゴールデンイーグルスの育成コーチに就任した。平井氏は楽天球団初のハエ抜き選手のコーチとなった。2月13日、二軍外野守備総類コーチに配置転換。 2013年、一軍打撃コーチ補佐に配置転換。2014年、一軍打撃コーチに配置転換。6月14日、一軍打撃剣創類コーチに配置転換。磯部光一コーチが一軍昇格するまでの間は一塁、ベースコーチを担当。2016年、二軍監督に配置転換。球団ハイノキの選手が二軍といえど、監督に就任するのは平井氏が。 初となった。また、当時35歳であり、各チームで進められていた指導者の若返りの中でも、際立って年少での抜擢である。2018年、一軍ヘッド剣打撃コーチに配置転換。しかし、6月16日に、梨しが正隆監督が辞任したため、6月17日、一軍監督代行に配置転換。10月5日に、 石井和久 GM からの要請を受諾したことが発表され、楽天ハイ抜きとして初の一軍監督に就任することとなった。2019年、一軍監督に配置転換。松坂世代及び1980年代生まれの人物として初の監督就任で、プロ通算37アンダワニリーグ制以降の野手、出身監督経験者では、 上田理事の56アンダーを下回り、歴代最小実績である。シーズン序盤は首位にいたが、10連敗を喫し、徐々に優勝争いから脱落した。しかし、最終的には3位でシーズンを終えた。クライマックスシリーズファーストステージでは2位のソフトバンクと対し、1勝2敗で敗退。クライマックスシリーズ終了後の10月10日に、 監督契約満了に伴い監督を退任。前年度再開から3位に躍進したにもかかわらず、退任となった理由として、石 GM は、バントやスクイズなどの制度、サインミスの多さや走塁を含めた、意識改革が改善しきれなかった。長くある課題だと認識していると話しており、実際に盗塁数は、リーグ最小体の48盗塁で、盗塁士も38個あった。 球団側は、来期から新設される二軍統括のポストを提示したが打診を受けず、10月15日に球団から正式に対談が発表された。平井氏が就任しなかった二軍統括となるファームディレクターにはサブローがついている。2020年、福岡ソフトバンクホークスの一軍、打撃権や主総合コーチに就任した。背番号は78。 監督退任の翌年にた球団のコーチを務めるケースは、かつてオリックス監督から、同じようにソフトバンクのヘッドコーチに就任した、大石大二郎以来である。2021年、一軍打撃コーチに専念。現役時代は、俊足、攻守の外野手であった。小、中、高、大学のすべてで首相を務めるなど人望が厚く、強い責任感とキャプテンシーにあふれる。 また、先輩や監督など目上の人物にも物おじせず発言できる人物である。PL 学園高校時代は選手間で首相を決める際、自身は左肩の故障でキャッチボールもできない状態であったが、満場一致で首相に選ばれている。チームメイトであった大西博明は選手としても人間としても素晴らしい男で、 自分の良い面も悪い面もチーム全員に隠さなかった。だからこそ、首相、平石陽介をみんなで手助けして、強い PL を作っていこうという空気があったと、語っている。2011年から2014年まで楽天の、監督を務めた、星野千一は平石を可愛がっており、頻繁に食事に誘っていた。また、直々に、お前は将来監督になれと声をかけるなど、 指導者として非常に期待しており、星野は監督を退任後、同級団副会長に就任すると平井氏に、軍監督に抜擢している。選手と積極的にコミュニケーションを図ることを重視しており、そのスタンスは監督に就任後も変わっていない。平井氏はもちろんコーチを信頼してないわけではないし、報告も受けている。でも、選手のいろんな姿を見ていたいし、 本音で話せる中でありたい。普段から何も言わない、見ていない、声もかけてないのに、いきなり厳しくしたら、反感を買うだろうと語っている。コーチ就任直後は、自身が現役時代プロで活躍できなかったことを気にしており、必死に知識の引き出しを増やしたという。打撃コーチとしては、相手投手の映像を何度も見て癖や、投球の特徴などを分析。また、 打者の甲府長時のフォームをノートに書き留め、常にその選手にとって何がベストなのかを考えている。現役時代、ある試合で打席に向かう際、当時のコーチから初級から打てと進言され、打席でその通りに従うと凡退に。ベンチに戻った平井氏は監督から出席され、そのコーチはベンチ内から立ち去ったという。現役引退後、コーチに就任した平井氏は、そのような、 嫌な思いをした選手は他にもいると思う。だから、しっかりと言葉の責任も持つ指導者になろうと思ったと語っている。ポストシーズン。ありがとうございます。